やっぱり大学受験で、はい、まあ、長文読解とか英作文とかリスニングの試験いろいろあるんで、うん、そこはなんとなくわかるんですけど、いや、スピーキングの対策はどうやっていったらいいのっていうのは10年間英会話教室に通って、はい、どうですぶっちゃけた話ぶっちゃけた話、ちょっとその期間もう今やってる勉強法を、皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。武田塾甲府校校舎長の古谷です。今回はですね、古谷先生に甲府から武田塾チャンネルにね、出演のために来てもらいました。この前中森先生が、はい、高1高2の勉強法という動画の中で、高1高2は英検2級を取るべきだ、英語の資格試験の勉強すべきだっていう話をしたんですよ。はい、で、また詳しい話ね、中森先生からもしてもらえたらと思うんですけど、英語といえば古谷先生じゃないですか。この前英語について熱弁してたじゃないですか。なんで今回古谷先生せっかく来てもらったんで、古谷先生にちょっといろいろお話聞けたらなと思ってます。はいはい、実際どうですかね、その資格試験の勉強で、はい、やっぱり僕一番難しいなって思うのはスピーキングなわけですよ。やっぱり大学受験で、はい、まあ、長文読解とか英作文とかリスニングの試験いろいろあるんで、うん、そこはなんとなくわかるんですけど、うんうんうん、いや、スピーキングの対策はどうやっていったらいいのっていうのは疑問なんですよね。で、多くの方がそう思ってると思います。はい、古谷先生どうですか、スピーキングの対策、はい、できちゃいますか。そうですね、結構皆さんスピーキングと、はい、まあ、リーディングとか、はい、リスニングって別物だと思ってる方がいらっしゃるんですけど、はい、あ、はい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 、元はやっぱり英語なんで元は一緒です。はい、あ、なるほどなるほど、はいはいはい、元は一緒で、はい、はい、で、まあ、それなんで私それ言えるかというと、はい、私ずっとネイティブの先生に10年間ぐらい英会話を習ってて、それで英会話ができるようにならなかったっていう過去があるんですよ。何歳の時からですか。はい、もう小学校1年生から、はい、もうこれからはやっぱ英語ぐらい話さなきゃということで、はいはいはい、英会話教室通って、はいはいはい、高校入るまで、はい、約10年間ネイティブの先生に、ずっと英会話を教わってました。マジっすか。はい、で10年間それは英会話でネイティブの先生習ってたら、はい、その英語ペラペラになるんじゃないのみたいな、10年時間かけたらそれはできるようになるでしょって思うんですけど、思うじゃないですか。はい、もうそれがならなかったんですよ。で、はい、それで、まあ、英語を教えるようになって、で、まあ、発音とかしっかりしたいなっていうのもありまして、はいはい、でやっぱり英語教室にまた通い始めたんですね。はい、でその時にもうネイティブの先生に習うのは自分嫌だったんですよ。多分もともとネイティブの先生できるから、はいはいはい、そのできない人ができるようになる思考っていうのが分からないと思うんですよ。それで日本人の先生 で自分ができない状態から会話できるようになった先生に、教えてもらったんですね。なるほど、はい、そこで編み出した勉強方法があると、はい、そうなんです。そこで私結構会話が上達して、はい、でこの英語に対する見方っていうのはすごく変わったので、はい、その辺をちょっとお話ししたいと思います。ぜひお願いします。私たちネイティブじゃないんで、はいはい、でもある程度年を重ねてるじゃないですか。はい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 、もちろんあの中学校や高校生の方も、うん、そうなんですよ。その年代から他の言語を身につけるっていうことはものすごく大変なことで、はい、本当にネイティブと同じように習うより慣れ的な発想だと厳しいんですよね。はい、そこで、特に日本人のその先生に教わったのは、はい、もう典型文っていうんですか、その典型的なフレーズがあるじゃないですか。はい、それをまず一冊全部暗記しなさいって言われました。おお、はい、ということは、はい、ネイティブの先生と話すことで上達していくんじゃないと、うん、はい、典型的なフレーズを一冊丸暗記しろと、うん、そうなんですよ。これがまず、はい、スピーキングの基本なわけですね。はい、でそれ最初は私もすごい疑いを持ってました。はいはいはい、これで本当に会話できるようになるのか。はいはいはい、そうですよね、はい、確かに。ただ本当にその先生の言う通りにその会話集みたいなのを一冊全部完璧に暗記したんですね。そうするとやっぱり感覚が変わってくるんですよ。はい、でそうすると多少これがもうその会社の完璧な暗記っていうのがちょっとまた難しくて、でも朗読じゃないんですよね。自然と出るっていうのが大事で、なるほどなるほど、はい、もう
瞬発的にパッと出るみたいな、そんなイメージですか？そうです、うんうん、最初はそれが僕感覚がつかめなくてノートにこう書いてやってたんですよ。あ、はい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 、例えばなんかパワーっと書いて、はいはいはい、日本語書いて、はい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 、でそれでずっと机に向かって一生懸命勉強してて、はいはいはい、でその先生のとこ行って、はい、覚えてきましたって言って、はい、会話するんですけど、はい、それじゃ朗読だよっていう、はい、で朗読じゃなくてスッと出なきゃいけないっていうのをすごく言われて、それで自分やり始めたのはあのカードを使ったあの勉強法で、会話 の, その典型フレーズを表に日本語を書きます。で裏に英語を書いて、で日本語を見るじゃないですか。それでパッと英語が出るまでトレーニングするんです。なるほどですね、はいはい。でその日本語を見てパッと英語を言えるように何回もこうひたすら練習していくというか、はい、瞬発的に言えるように訓練していくわけですね。そうです、そうです。それで表現をストックしていって、はい、じゃあ実際会話するとそのストックの表現をある程度組み合わせたり、はい、そのまま使えたりするから、はい、あの攻略できちゃうというわけですね。そうなんです。だからその量を増やしていって、はい、でカードは常に持ち歩いて、うんうん、パッシャッフルして、うんうんうん、でどの部分見ても日本語から英語がパッと出るまであのトレーニングしていく。なるほど、はい、例えば資格試験なんかですと、はいはいはい、結構スピーキングの試験ってあんまりリーディング力って問われないものが多いじゃないですか、うんうんうん、例えばその絵を見て、はいはいはい、自分でその絵について説明するとか、うんうんうん、あとはまあ向こうで言ってきても聞き取れないような内容ではないと思うんですよね、うんうんはいはい、だからそもそも自分が発信したい内容をしっかり発信できれば、うん、あの資格試験 の, あのスピーキングなんかも点取れると思うんですよ、うんはい、ですので例えばある程度こう出るテーマって、もうその資格の試験によって決まってると思うんですよ。だそのテーマごとに自分が発信したいというか、言いたい内容を全部一回日本語で書いて、でそれを全部英語にします。でこれをそのまま喋れば合格点 OK だなっていうレベルまで仕上げたら、それをフレーズごとに区切って、でカードにして、で常に持ち歩いて、でもう とっさにも出るようなトレーニングをしていくっていうのがスピーキング対策では一番おすすめです。なるほどですね、はい。まあ、例えばあの古谷先生は、10年間ネイティブの先生に英会話を習い続けてたけど、はい、伸びなかったわけじゃないですか、はい、そのフレーズ暗記だけだったら、はい、どれぐらいの期間で終わりそうですか？でも本気でやれば、はい、まあ、大体半年あれば本1冊完璧にできます。はいはいはい、はい、それで結構そのレベル戦いますよね。多分古谷先生が今話してくれたあの内容というのは。そうですよね、いやなるほど、古谷先生よくわかりました、はい。ちなみになんですけど、はい、古谷先生が実際に使ってたその英会話、はい、そのスピーキングの参考書とかってなんかあったりします、はい、なんて名前のやつですか？そうですね、まあ、中森先生からまた話があるかもしれないですけど、私がやってたのは話すための瞬間遠足文トレーニングっていう青いあの表紙の本です、うんうんうん、それが良、はい、かったということですね。良かったです、はい。またね、中森先生の方からね、こう英検ルートとか、はい、そういう資格試験のルートがもしかしたら発表されるかもしれないですけど、古谷先生はそれを使ってて実際良かったと。良、はい、かったですね、ですね、はい。どうですか、その10年間英会話教室に通って、はい、どうですぶっちゃけた話ぶっちゃけた話、ちょっとその期間もう今やってる勉強法をずっとやってたらすごいレベルに達してたなと思う。そうなんですね、わかりました。皆さんね、スピーキングの勉強法の概念がね、大きく変わった瞬間だと思います。ぜひフレーズをね、暗記していってください。今回は以上です。武田塾スタジオコース、毎週水曜日20時から生放送やってます。武田塾の指導の様子を完全生公開、質問も生で返しちゃいます。ぜひ見に来てね。さらに武田塾では無料受験相談をやってます。一人一人に合った勉強法も教えます。最寄りの武田塾の校舎までお問い合わせください。